はい、日本百名山大学生のさんちゃんです。今日はですね、山と若者というテーマでお話ししてみたいと思います。今日ね、なんでこんなに、ね、テーマにするかというと、実はこうなんか、今の若い人たちってすごいこう登山に興味持ってくださる方も多いんですけれども、なんかね、今までと違うっていうか、私も結構こう登山14年もやってきて、まあ、百名山も登ってっていろいろやってるんですけども、やっぱりこう状況ってどんどん変わってきてるなっていう印象があるので、それについてね、こう話してみたいなと思ってます。本当ね、登山って、まあ、人口今増えてるのかどうか、ちょっとね、登山人口増えてるのかどうかっていうのは、私はちょっとね、分からない部分が多いなって思ってて、意外とやっぱりね、私の周りにはこう登山してみたいっていう人は来てくれるのでありがたいんですけれども、実際にやっぱり人口も減ってますし、日本全体としてね、で経済的にもやっぱりこう下がってるので、なかなかこう登山ってやりづらいだろうなっていう印象があります。でもね、その働き方改革だったりとか、あと結構ね、ちゃんとワークライフバランスとかって、そういう流れが社会的に出てきて、そういうところでね、こう自分の新しい趣味を見つけたいっていう人も増えてきてるので、それはすごくね、こう登山に対してすごい追い風なのかなっていうふうにも思ってます。でまあね、ちょっとね、まあいろいろ話していくんですけども、結構ねこう20年30年前とかって、登山ってどういう風にみんなこうやってたかっていうと、こう情報を集めるのとかって、結構ねこう上の世代から下の世代にっていう情報の流れがあったんですね。それってどういったことかっていうと、例えば山岳部とか山岳会とかっていう、まあなんかこうクラブみたいなものを通じて、みんなで登山をして、でみんなでね、例えば道具とかを揃えたりとか、そういう感じで情報だったり、あとそういったものを共有してたわけですよね。それで例えば遭難が起きても、その人たちがまず最初に会員の人たちがね、最初に行って、その人誰かを助けるとか、そういったなんかこうちゃんとね、なんていうんだろう、システムみたいなものを築いてたわけですよね。でそういったことがあると、やっぱり山ってね、初めてやる人にとってはすごく自分の考えと登山の本当の基礎っていうのの乖離があるので、なんかこう大変なんですよ、やっぱり。でそれをカバーしてくれるっていうのは、やっぱり経験者と行くことであって、まあ完全な、なんだろう、完璧な教養を持ってない登山者だとしても、その経験者って言われる人がだったとしても、やっぱりそれなりに差はあるので、やっぱり経験してる人と一緒に行くっていうのが一番いいと思うんですよね。今の若い人たちが置かれている現状って結構その大変で、まあ、やっぱりそのお給料っていうのもなかなか上がらないし、でこう例えば飲み会とかっていう時でも、上司の方にその行くなんてことってなかなかこうできない人っていうか、やりたくない人の方が多いと思うんですよね。私は結構こう、なんでしょう、大人が来る場とかっていうのは、なんかこうどんな話聞けるのかなって思って行っちゃうタイプなんですけども、まあみんなその、なんでしょう、やっぱり上司との関係ってめんどくさいなとか、そういった関係多いと思うんです。でそれをね、例えば休みの日まで、そういう山岳会とか行って、なんかこう人の話聞いたりとか、なんか忖度とか、なんかなんて言うんですか、人に気を使うっていうんですかね、そういう状況を作りたくないっていう人がすごい多いんじゃないかなと思って、まあ実際にそのやっぱり山って結構きついものがありますから、例えば山岳会にしても山岳部にしても多分減ってると思うんですよ。確かに私もね、大学時代入ろうかななんて思ったんですけど、いまだにこう何十キロのねバッグ背負わないとなんか怒られるとか、そういうことを聞くとですね、なんか入ってらんないななんて思って、自分自身の山行きたいななんて思うわけですよね。でそうなってくると、やっぱり誰も教える人がいなくなるというか、この情報の流れが滞ってしまうっていうところで、私は結構それを、まあ、危機感というか危ないなっていうふうに思ってるんですよ。それってだから、やっぱりね、登山を安全に行うっていう点で、どうしてもね、こうインターネットとかに頼りがちになると思うんですよね。初めての人で、その何でしょう、交流がないというか、登山をしてる人と経験者と一緒に行く機会がない人って、でなおかつやっぱりそのガイドに対してです、ガイドさんとかを雇って登ろうなんて思わないですよね。だってそりゃ1日何万円とかってかかりますから、まあ1万円とか2万円だとしまして、確かまあ大体平均1人普通の危なくない山であれば、大体ガイドさんって2万5000円ぐらい1日でするんで、雇うんですね。まあグループでそのガイドさんが雇ったとしても、やっぱりそれなりに高いわけですよね。でそういうのをやっぱ払いたくもないし、
でもやっぱり山行きたいってなるとちょっとやっぱりその危険を犯す可能性も高いなと思ってて、でこうキャリアとしても登山のキャリアってこうどんどんやっぱり上に行けば行くほどあの新しい知識が必要になってきますから、それをね得られる場所がないっていうのは非常にこうなんか私はちょっと難しいところに来てるんだろうなっていう印象があります。でね、まとめというか私が思う点としてはやっぱりこのインターネットの情報をもっと強めるべきというか、やっぱりね山やってる人たちって意外とこういうその登山はもう実地じゃないとダメですっていう人が多いんですよ。まあ私も多分それはまあ実際そうだとは思いますけど、まあここのね状況があってこうやってね無料で情報発信して、受け取っていただけると、でこれまあわかんないですけど本当にまあ私の意見ってなるべく有用な情報だとは思いながら、自分で思いながら皆さんに発信してはいるので、どう捉えていただけるかわからないですけども、そういう状況をそういう環境、もっとインターネットで登山とかお勉強できるようなで時間作れたらいいなというか場所作れたらいいなというふうに思ってます。間違った知識持ってね遭難したなんて言われたら確かにもう本当に申し訳ない話ではあるんですけれども、あくまでねやっぱこう見ないよりかはマシだと言われるぐらいの情報は私も届けてはいきたいので、まあなんかねもうちょっとね私も勉強して皆さんにちょっと少しでも登山をねまあ安くというかあまりお金をかけずにでもっと安全に山に行っていただけられるような環境づくりをつけられたらいいなというふうに思ってます。まあなんかねこんな話だったんですけど、ひとまずですねまあ登山って結構やっぱり大変なので、もっとね皆さんにも分かりやすいようにでもっと楽しめるようにっていう風なのを心がけていきますので、ぜひともよろしくお願いします。まあ今日こんな感じでちょっとしたこう意見動画みたいな感じでしたけど、まあ私で、ね、百名山登った経験だとか、あとまあ結構長く山やってますからいろんなエピソードとか、あとこう大学生のね意見とかいろいろありますので、ぜひともね何かありましたらコメント欄、埋めていただけたらと思います。まあこんな感じです。チャンネル登録の方よろしくお願いします。では今日も皆さんお気をつけていってらしてください。